under the butterfly. しっかり届いたはず。そうだろうとは。
たちを意味ることに快感を覚えるようなそんな素敵な彼ベースをプレイするだけではなく Tell me おもちゃのコーラスいろいろといろいろと隠しネタを持っている彼そして彼のステージングはとてもアグレッシブで攻撃的そのアグレッシブで攻撃的なステージングと地球にズンズン響くようなベースそれこそが彼の魅力スイートサディスティックベースレイには答えなきゃ
嫌なことを思い出した。嫌なことを思い出した。あの時一度死んだんだった。あ、ミザーのギターソロ中だった。ありがとう。さあさあ皆さん、お待ちかね、お待ちかねの、お待ちかねの、キモキャラ参りました。彼の考えていることは結局最後まで俺には分からなかった。長い付き合いだけれど、未だにお前のことが俺にはよく分からない。その格好もよく分からない。普段とのギャップがたまらないよ。普段はそんな可愛らしさもかけらもないような服を着てるくせに、どうしてステージの上でお前はそうなんだい。そしてその奇妙な動き、奇妙な音、奇妙なリアクション、全てが最高に完璧だ。そしてそれでいて素晴らしいギタープレイを持っている、そんなファティマのギタリスト、シゲまってくれるなんて本当嬉しいね。